今朝、仙台市地下鉄東西線の仙台駅などが東北大学のオープンキャンパスの参加者で大混雑し、一部で改札内への入場規制も行われました。午前9時半の地下鉄仙台駅です。オープンキャンパスで多くの人が利用するため入場規制がされていて、改札の外は多くの人で混雑しています。地下鉄東西線の仙台駅では今日午前8時前から東北大学のオープンキャンパスに参加する高校生らで混み始め、ピークの午前8時半ごろには改札内への入場が規制されるほどになりました。いや、まあすごい人だなって。混雑は午前9時半ごろには解消しましたが、仙台市交通局では午後も混雑が発生する可能性があるとして、時間に余裕を持って利用してほしいと呼びかけています。